皆様ごきげんよう、ココ大野でございます。はい、今回は、前回のミニカー動画でお伝えしてたように予告してましたね。はい、こちら、ホットウィールのプレミアムのトヨタ、スープラですね。82年のスープラをモデル化したパターンですね。固めスープラと言われるやつです。で、これはですね、前回の動画でもちょっと登場してもらったんですけどね、これ、お高いプレミアムシリーズじゃなくてベーシックでね、この赤のボディのやつはもう散々売れ残ってね、しょうがないぐらい残ってまして、皆さんこれ買われた方も結構多いんじゃないですかね。っていうのはね、これ大野はここね、着色自分でプチ整形でね塗ってるから、この顔があるんですけど、本来はね、ここ全然顔が塗られてないんですよね。後ろだけが塗られてたのかな。はい。で、そんなこんなでね、これをちょっと見比べていこうかなと思います。はい。今言ったように、ここは本来、面くり玉も、ここの、オレンジのね、シグナル、マーカー、何ですか、方向指示器とか、そういうのもね、塗られてないのが本来のね、こちらのベーシックの形です。はい。そんなこんなは置いといて、まずはいつものように、パッケージを全体を見ていただきますので、スマホを横にしていただいて、こうやってね大きく見ていただきましょう。はいね、表はこんな感じです、パッケージはね。で、裏に行きまして、裏側がこういう形ですね。英語の表記に日本のマテルさんがシールを貼ってるという形です。はい。で、ここにね、今回のこちら5車種が載ってますので、ちょっとまたスマホを戻していただいて、ちょっとこれ倍率上げましょう、ビヨーンとね。で、今回は大野はこのね、このスープラと、あとこのブラジリアン、はいね、フォルクスワーゲンのブラジリアン、ブラジルでしか販売されてないかったというね、面白い車ですね。まあ、これも動画を上げてますのでね、ぜひ見ていただければと思います。はい。ね。はい。他のはね、大野的にはね、まあ、今回は色違いなんで、まあ、購入しなくていいかなということでね、このシリーズからは2台だけを購入しております。はい。ということで、早速ね、開けていきましょう。で、大野分けということで、表を、この透明部分をカットしなくて、裏をこの字にカットして、大野分けで開けていきます。はい、大野分けは、カッターの刃としてはそんなに出さなくていいです。ね、紙がカットできればいいので、これぐらいでいいです。で、こっち側でこう切るのはね、まあ普通の方みんなやられると思うんですけど、大野の場合はね、ここのギリギリぐらいに合わせて、裏をね、この字にカットしていきます。こういう感じですね。はい。うん、これぐらいかな。で、まあ、ちょっと途中からなんですけどね、ここから始めて、こう下に行って、ここで止まります。止まったところで、もうちょっと行ってるんじゃない？あ、行ってるのか。ここで抜いて、そっから下に、ね、ここギリギリ、ちょっとギリギリよりほんのちょっと中の方がいいかな。で、下まで行って、ここでね、今当たってますね。ここで終わってます。はい、さっき途中ぐらいから始めたんで、ここの、ね、途中ぐらいから下まで、お、なんか動かんぞ。よいしょ、固かったな。結構硬いね。ここでね、はい、今ストップしております。はい。ちょっと丸みがあるのかな、これ。丸みがありますね。これ丸くしてやった方がいいかな。ほんのちょっとだけ、あ、これぐらいいけますね。はい。で、下まで、よいしょと。お、ちょっと曲がったね。よいしょ。ここで当たってますね。はい。で、これで今ここが、基本的には、あ、ちょっとここがちゃんと最後までいけてないのかな。あれ、ここが切れてないね。あ、切れてますね。よし。はい。これで今ね、ここがこの字にカットできた状態です。はい。この字にカットして、ここをバッとね開けて、ドアみたいにするんですけどね、このままガッとやるとね、ここがね、透明部分とこう紙が剥がれることがありますので、親指を添えながら、ギュッ、ギュッ、ギューっとね、こういう感じで。で、これで扉になりましたね。はい。で、扉から横にサッと出すと。はい。こういう感じですね。で、また見終わったら、この中に入れて、蓋をすると。で、蓋をしたらね、ここ摩擦、紙の、
紙の摩擦があるんでね、こう揺らしてもね、なかなか開かないっていう利点があるんですね。こうやって、あ、もうこんだけひどくやるとね、こう開いてきますけどね、それでも車が落ちるということは絶対にないんですよ、こうね。で、オーナーの場合はね、壁にこうやってくっつけて、ね、引っ掛けてディスプレイしてますんでね、壁にひっついてますので、絶対こうグラグラして落ちるとかいうことないんで、表を開けてね、グラグラするのが嫌だなという方は、この大の開けをぜひね、やってもらえばいいと思います。はい。毎回ね、くどいようですいませんけどね、もう開けながら説明しないとね。はい。ということで、2倍にして見ていきましょう。2倍に、ドン。はい。あー、いいですね。これね、ホイールとのバランスがめちゃくちゃいいですね。さすがお高いシリーズ。ちょっと、普通のベーシックと比べてみましょうか。ベーシック、あ、ベーシックはやっぱちょっと安っぽいかな、これ。大体このシルバーというかね、メッキっぽいやつはちょっと安っぽくなっちゃいますもんね。こっちの方がリムの部分、周りだけがシルバーで中がゴールドっぽい感じでね、いかにもまあ、ヤンキーもそうですけどね、カスタムしたか車っていうカスタムカーって感じがしますね。あ、いい感じですね。ドアノブとかもね、しっかり黒く塗られてて、あとここのね、オレンジの部分も、これ配色がね、黒だけじゃなくてこう赤いラインも入ってるっていうのがこうおしゃれっぽいというかね、 GT 感を出してますね。あ、ここもいい感じですね。あ、ここ赤く塗られてるんだ。ここはオーナー的に赤く塗る必要なかったんじゃないかな。っていうか、これ今片目で開いてますけど、実写として考えたらこっち側だけ塗ってこっち側だけ塗ってないっていうのは普通考えられないでしょ。だからここをね、赤く塗るのはちょっとセンス悪いなっていう気がしますね。はい。まあ、ここのね、黒に赤いラインっていうのはめちゃくちゃかっこいいですね。で、ここにこうターボ用のこう、なんていうの、スリットがあるというかね。はいはいはい。まあ、けど顔つきいいですね、なかなかね。あ、で、ここにね、下にインタークーラーがこう、パイプがあって、インタークーラーがあるよっていう感じで作られてるんですね。あ、で、ここのね、下もすごいグイってこう、ここが出てますよね。アンダースポイラーがね。これけどね、大野よく他のミニカーで見るんですけどね、ここはね、艶消しだった方が良かったですね。艶消しでここがこう、ね、ちょうどアンダースパイ、スポイラーの下の部分がね、来てくれたらちょうどかっこよかったと思うんですけどね。あ、こっち側もどうなのかな。艶消しできたらけど、樹脂バンパーみたいな感じになって、ちょっとここはおかしくなるのかな。けどこれ後ろもね、タンプ印刷がしっかりしてますね。ここら辺のね、赤とオレンジのね、配色具合、白とね、なかなかいいですね。これはいいね。あ、これ、けど、もしかしたら、ここのボディの白と、この黒の部分は、これ下の台、下のね、これ下も台キャストなんですけど、こっからも回り込んで上がってきてるのかな？あ、これけど、そういうことか。ちょっと、こっち側のベーシックを見てみましょう。ベーシックね。これね、金型は全く一緒のものなんですよね。っていうのは、これ鉄で、プラスチックですから、金型違うじゃない、大野さんってよくね、そういうツッコミをされる方がいらっしゃるんですけど、こういう世界の金型っていうのは設計図ですね、要はね。ここを見てもらいたいんですよ。ここ。ここが同じでしょ。これが設計図の型番なんですよ。はい。これがね、87になってるでしょ。これも87なんですよ。はい。まあ、英語もね、同じで。だから、素材は違うけど、まあ、実際のだから素材が違うから、こっちは金属でこっちはプラスチックですから、本当にね、作る時の金型っていうのは全く違うものなんですけど、ね、まあ、設計図が一緒だよということなんです。はい。2022年の金型か。あ、ということは去年、一昨年か。ということは割と去年に新作として出たということですね。で、あ、けど金型は87で一緒なんですが、こっちは22年になってるでしょ？で、こっちは23年にこの鉄の方の
金型を作ったということなんですね。あ、結構面白いな、こうやって見る。あ、で、こっちはマレーシアで、こっちはタイランド。はい。ということで、こっちは、あ、こっちとやっぱ金型が違うな。うん。今言ったように、ここがね、ここで分かれてるんですよね。大野が見る限り。こっち側の白い部分のところ、これ下がずっとぐゆーっとここまでね、伸びきって、こう、L 字型に来てるんですよね。だから、これ金型が一緒っていう説明がありえませんね。考えたらね、普通に考えたら。こっちは普通に単純に、ここまでが、ここのバンパーまでが下ですね。うん。はい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 。こっちも、あ、こっから下のこと、ところは同じ感じですかね。うん。いや、こっちは、こっちは上の金型でしょ？あ、こっちはね、ここも入り込んでますね。あ、ちょっと違いがあるな。これ下の金型がここのグイーってなってるんですよ。こっちはこことここの、このラインで、金型が切れてるんですよね。あ、全く一緒かと思ったらちょっと違いますね。だから、トータルで見て、その、同じ設計図で作ってるんですけど、金型を作るときにこれ23年で、新金型で、ここを、まあ、あの、ボディがね、ボディのメタルと下のメタル、メタルでここをね、どう分けるかっていうのを変えたんでしょうね。ああ、こういうことあるんですね。単なるもう完全にこう、まあ、形状だけ見たらね、もうあの言ったようにこう、同じ設計図なんで全く寸分違わずなんですけどね。はあ、そういうことあるんですね。まあ、大野の着色も結構いい線いってますよね。まあ、自画自賛なんですけどね。ここのインタークーラーをここにこうね、あの、なんだっけ、スカイラインとかのね、あの、やつもよくバーンと出てたりするんですけどね。あ、こっち側の方が、ホットウィールって入ってないから、ジオラマ撮影した時により立体感、あの、実写感がきますね。うん、ここの赤の部分とオレンジの部分の着色のね、やり方とかもかなりいい感じに実際に近いんじゃないですかね。こちらの今回のやつの方が。まあ、お高いだけあるのか、やっぱり。大野もね、こっち持ってるし、まあ、どうしようかなと思ったんですけどね。これはやっぱりコレクションとして購入した甲斐がありましたね。まあこれもね、皆さんそういうことも考えて、あの、まあ売り場にね、割と残ってる率が多いので、まあもしね、この動画見て、ああ、いいなと思ったら、まあアマゾンなり、トイザラスとか、まあおもちゃ売り場でね、購入してもいいんじゃないですかね。ここもね、あの、これだとここがね、何にもない単なる、このままなんですけどね。こちらはここがやっぱり着色されてて、こうやってね、ラインが入ってるから、かなりこうスポーティーさが、ね、洗練されたスポーティーさが演出できてますね。っていうか、もうホイールがかっこいいですよ、これ。こっちはね、もうおもちゃおもちゃっていうホイールですけど、こっちは実写っぽいっていうかね、カスタムした車のタイヤって感じがしますもんね。お値段がとでしたね、やっぱりね、今回は。はい。ということで、いつものようにね、ちょっとトミカのナンバー1、スカイライン GTR R34 と比べてみましょう。はい。幅はほぼ一緒ですね。長さは、長さ的にはちょっとだけ今回のこちらのね、スープラの方が長いかな。そんな感じですね。だからまあ、通常のタミカと並べても全然違和感ないし、まあちょっと本当はスカイラインの方が大きいから、こっちの方がちょっとだけ大きいかな。大きさ的にはね。だけどまあ、これぐらいはね、いいでしょう。はい。ということで、今回はね、スープラちゃんのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。はい。また次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。
向のチャンネル。